倒壊する巨頭アルカイダと9.11への道はローレンス・ライトによる小説倒壊する巨頭に基づくテレビドラマミニシリーズであり2018年2月28日に Hulu で公開された10話からなるシリーズはダン・フッターマン、アレックス・ギブニー、そしてライトラが創作及び制作葬式を担当したフッターマンはショーランナーを務め ギブニーは第1話の監督も務めた。本シリーズは1990年代末の迫りくるウサーマ・ビン・ラーディンとアルカイダの危険と FBI と CIA のライバル関係が2001年のアメリカ同時多発テロ事件を意図せず招いてしまう過程を描く。実在の人物に実在の人物をモデルとした架空の人物を加えドラマにニュースフィルムを交えた構成となっている。 フールオリジナル作品として制作、公開されたが、日本ではアマゾンプライムビデオにて配信された。1998年のアルカーイダによるアメリカ大使館襲撃事件から2001年のアメリカ同時多発テロ事件に至るまでの CIA と FBI それぞれの調査、相互不信、CIA による情報委員が2004年の公聴会での証言を交えて描かれる。 タンザニアとケニアの大使館が爆破された事件を受け、FBI の対テロ部門、I-49 の部門長のオニールは、イスラム教徒で、アラビア語に堪能な信人のスーファンを頼りにして、捜査を進める。CIA のアレックス局長のシュミットは、FBI による干渉は害であると信じて、情報を引徳し、度重なる報復爆撃を主張して左遷される。 後を継いだマーシュも、シュミットの方針を遵守する。やがて、イエメンでアメリカ軍艦が爆破される事件が起き、FBI はアルカイダの関与について疑いを深める。私生活の乱れからオニールは、失策を犯して、辞任を迫られ、世界貿易センタービルに勤め始める。 アルカーイダがアメリカの飛行学校に人員を送り込んでいることがわかるが依然として CIA は FBI に非協力を貫く。2001年9月11日に複数の航空機による同時多発テロが起きオニールは死ぬ。ここに至って CIA は初めて引匿していた情報を FBI に渡しシュミットは元の地位に呼び戻される。2004年の校長会でも CIA 関係者やライス補佐官は、証言をはぐらかし責任を認めない。ありがとうございます。